はレイソルさん、延長戦の末筑波大学に勝利きた。レイソル、途中までどういうサッカーがしたいかわからなかった。筑波大は町田の時同様かなり研究してきてる印象だわ。強度も高いし、コーチ陣が優秀なんだろうな。大学生に対してもセットプレーが弱いレイソル。筑波大すごいな。校長レイソル相手に延長戦まで前線どころか要所要所で勝ってるもん。レイソルの細谷は強いな。リーグ戦での得点が少なくても重宝されるわけだ。とりあえず、筑波大の戦術考えてる人はレイソル入って。試合見れてないんだけど、とりあえず今日は負傷者でなかった？オウンゴールで同点に持ってった筑波大は運も持ってる。勝ちきれなくて残念だったね。筑波大普通にうまいしおもろいわ。レイソルは筑波大の6番とコーチ陣を取ってくれ。筑波大負けはしたもののいいチーム。町田に勝ったのはまぐれじゃなかった。